群馬県のニュースをお伝えします。 JR 前橋駅開業140周年を祝うイベントが行われました。1884年明治17年8月20日に前橋ステーションとして開業した JR 前橋駅の140周年を祝うイベントが24日開かれました。オープニングセレモニーでは市立前橋高校吹奏楽部の華やかな演奏に合わせ、書道部が萩原朔太郎の詩の一節と祝の字を対処するパフォーマンスで盛り上げました。また幼稚園児らが描いた鉄道の絵が会場を彩り、オリジナルデザインの気流手ぬぐいなどの販売や歴史を伝えるパネル、そして昔使われた道具などを展示しました。台風10号の影響で上越新幹線、北陸新幹線の遅れや運休の可能性があると発表しました。 JR 東日本は25日、台風10号の接近に伴い28日から29日にかけて上越新幹線、北陸新幹線を中心に各新幹線で大幅な遅れや運休が発生する可能性があると発表しました。また在来線でも列車の遅れや行き先変更、運休が発生する可能性があるとしています。24日の発表では新幹線は27日から28日にかけて運行に影響が生じる可能性があるとしていましたが、最新の進路予測に基づき予想を変更しました。計画運休を行う場合、詳細が決まり次第発表するとのことです。サイバー犯罪に関する相談件数が3424件でした。今年1月から6月の上半期に県警が受けたサイバー犯罪に関する相談は3424件で、前の年の同じ時期に比べて97件増えたことが県警のまとめで分かりました。最多だった昨年を上回るペースです。県警サイバーセンターによりますと、内訳は詐欺・悪質商法が1496件、迷惑メールが580件、クレジットカード犯罪被害が448件、不正アクセスウイルスが201件でした。一方、上半期の摘発件数は39件増加の110件でした。県警は手口が知られ利用者が犯罪だと気づいて相談に至りやすくなったと分析し、公式 X や上州くん安全安心メールでサイバー犯罪の最新情報を確認するよう求めています。県の職員採用試験、競争率が4倍と過去20年で最低となりました。県人事委員会は25日までに来年4月入庁の県職員の採用試験で一類の最終合格者は162人だったと発表しました。競争倍率は前の年より 0.1 ポイント減少の4倍で、この20年で最低となりました。委員会はリアルに加えてオンラインでの説明会を開くなど採用活動を強化し、受験者を増やしたいとしました。法律など専門試験や一般教養で受ける行政事務 A の合格者は88人で、倍率は 3.4 倍、森林や農業、畜産など技術系は47人で、倍率は2倍でした。また民間企業の採用試験でも利用される SPI で受ける行政事務 B は27人で、倍率は 9.3 倍でした。重竹住宅で中秋の名月について学ぶイベントが行われました。中秋の名月について学ぶイベントが24日玉村町小泉の国登録有形文化財重竹住宅で開かれました。多文化共創サークル玉村箱押しが主催し、外国人住民を含む40人が日本の伝統行事に理解を深めました。中国や韓国など各国の月見文化について外国人にも伝わりやすい簡単な日本語で解説をしたということです。また月見の際に備える習慣がある里芋を使って玉村町地域おこし協力隊が手作りしたコロッケも振る舞われたということです。9月17日午後6時からは重竹住宅で中秋の名月を鑑賞するお月見会が開かれる予定です。以上、群馬県のニュースをお伝えしました。